演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら久しぶりにローソンに行ったんですけど、ゼリー系のパンやスイーツがいっぱい出ていたので、今日はローソンで栗拾いをしてきました。こういう風に、まずはパンケーキ、ちぎれるパン、ブレッド、町のパンって初めて食べるんですよね。あとこんな和風のモンブランナイフ、いやちょっとまだ開けてないですけど、マロンマン、あとパンケーキもありますね。どれも美味しそうです。やっぱり秋は栗ですね。ではまずはこちらのちぎれるフランスパンから食べを始めとするパンから食べていきたいと思います。あー、どんな感じなんだろう。はい、ちぎれるというわけで当然、はい、ちぎりました。中はこんな感じですね。ではいただきます。フランスパンはしっかり、パンケーキはもっちり、ブレッドはホクホク、どの栗も美味しい。最初に食べたちぎれるフランスパンは、フランスパンの固めの食感とチョコレートの効いたパン生地、マロンクリームはよく合っていましたね。ただマロンクリームだけなので、他の2つと比べるとちょっと栗感が弱かったかなという感じがしましたので、こちらの点数とさせていただきます。あとの2つは栗あんが入っていたので、より栗感が強かったんですよね。ちょっと基礎の味が悪かったかな。いや、太ってるわけでもないんですけどね。そして2つ目に食べた町のパン、栗ブレッドは上の方に甘栗、下の方にマロンあんが乗っていて、クリームとはまた違ったパンとの相性が出てきましたね。パン生地もふんわりしていて、栗の甘みをたっぷり感じることができましたので、こちらの点数とさせていただきます。あ、やっぱり栗はあんの方が好きな気もしますね、自分で。そのあんの流れでこちらもちっとパンケーキ、栗あん&ホイップにつきましても、やはり栗あんが入っていたのが大きかったですね。どうせならホイップにも栗入ってほしかったかなと思ったのですが、ホイップには栗がない方がいいのかもしれないとも思いました。どっちなんだよって話なんですけどね。ホイップと栗あん2種類がもっちりとしたパンケーキとよく合っていて、とっても美味しかったです。もっちりとした食感も弾力を出していて、栗をより引き立てた気がしましたので、こちらの点数とさせていただきます。では残る3品、モンブラン大福、パンケーキ、そしてこちらのマロンマン、なんか栗、形もちょっと栗っぽいような気が、ちょっと厳しいか。中身は、おっと、栗あんですね。クリームじゃないんだ。クリームかとちょっと思ってました。ではいただきます。マロンマンの栗、本当にすごいですね。こんなの食べたことないです、今まで。最初に食べたマロンマンは、中に入っているマロンあんがモンブランペーストのように濃厚で、非常に栗の甘み、旨味を感じることができて、とっても美味しかったです。ただ栗が入っているだけではありませんでした。あんの底力を改めて思い知らされた気がします。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。外側の生地がもっちりしているのも良かったですね。そして続いて食べたモンブランナイフも、栗の部分がとっても濃厚で、下の方に入っている純生クリーム大福かな、生クリームの食感も感じますと、うまく組み合わさっていて、もちっとした食感の後に栗の濃厚な甘さが広がっていて、とっても美味しかったです。ただ下が栗大福だったらもっと良かったかな、それは欲張りすぎかとも思ってしまいましたので、こちらも点数とさせていただきます。そして最後に食べたモンブランパンケーキは、先の2つが強力すぎたのかもしれませんが、ちょっとホイップクリームが純粋な栗のクリームではないので、栗がちょっと弱かったですね、最初のフランスと一緒で。なのでもうちょっと栗を感じたいかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。さーて、ローソンの栗拾い、とっても楽しく美味しくいただくことができました。やっぱり秋は栗ですね。他にもいろんな栗商品食べてみたいです。それでは寒中水泳、サラリーマンや定年まで、確かに仕事も寒中水泳のに厳しい部分はありますよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。